皆様、こんにちは。ウプ主のバキさんです。相方のフェイサさんです。ルゴスさんです。カミソデです。さて始まりました。ウルトラマンクロニクル Z、ヒーローズオデッセイ。まあ、大体わかってたけど、第5弾映ってるシーンはカットされてたね。そろっと OK もらえないかな。ティガを見てない人やティガのことを知らない人からしたら第5って誰？ってなりそう。まあ、でもあの最初のあれはよかった。速度落として見てみるともっと楽しめるからやってみてください。まあ、ところどころ、ってなりました。クロニクル Z は置いといて、今回は平成のタイラントことファイブキングを解説していきます。それではどうぞ。ごゆっくり。バキフェイサーチャンネル。今回は合体後を解説する前に合体前の怪獣たちを解説していきます。なぜに？前回のデストルドスとは違い、ファイブキングのような怪獣は各おのおのの怪獣の個性が出ているからね。そういえばデストルドスはウルトロイドゼロしか怪獣としての機能を使ってなかったな。まずは頭や胸部を構成している。超古代怪獣、ゴルザ。今日のクロニクル Z にもいたやつだ。あれ？ノーマルゴルザでいいの？キング S ではファイヤーゴルザだったけど。Z ではゴルザのメダル使ってるし、エクセラーもゴルザって言ってたし。まあファイヤーゴルザは後ほど。ゴルザはウルトラマンティガ第1話、光を継ぐ者に登場。ゴルザの身長は62メートルで、体重は6万8千トンです。ゴルザは3000万年の眠りから目覚め、モンゴル平原に出現しました。しかし、ガッツのガッツウィング1号の攻撃を受けるとゴルザは地面を掘り返して逃げます。逃げたゴルザは日本に向かい、秋田沖から上陸すると石像が眠る黄金のピラミッドに向かいます。ゴルザはピラミッドを超音波光線でピラミッドを上から削り取るようにして破壊します。ピラミッドを破壊するとそこには同じく3000万年の眠りから目覚めたメルバと合流します。ゴルザとメルバは協力して3体中2体の石像を破壊します。ゴルザは最後の1体の石像を破壊しようとしますが、第5が乗るガッツウィング1号の捨て身の攻撃により妨害されます。しかし、メルバの攻撃を受けて、ガッツウィング1号は墜落してしまいます。そしてゴルザは最後の1体を破壊しようとします。しかし、第5と石像が融合し、石像はウルトラマンティガとして復活します。ゴルザとメルバは協力して復活したティガを倒そうとします。ゴルザは怪力と超音波光線を使って攻撃します。2体の攻撃に対し、ティガはマルチタイプからパワータイプにタイプチェンジします。パワータイプになったティガに攻撃しますが、防がれてしまいます。さらにゴルザはティガにタックル、サバ折り、持ち上げられて頭から落とされて繊維を喪失し、ティガがメルバに気を取られている間に地中へと逃げました。ここまでされたらな。このゴルザは後の話第18話ゴルザの逆襲でゴルザ強化として再登場します。身長62メートルと同じで、体重は7万トンで2000トンほど重くなってます。強化ゴルザは逃走した後、キリモン岳の地下でマグマを吸収し、強化した姿です。強化ってことは何かパワーアップしたの？まず以前より怪力のパワーが上がり、超音波光線が強化され、オレンジ色の光線である超高熱熱線を打つことができます。さらに相手の放った光線を胸で受け止め、吸収してエネルギーにする能力を得ています。この能力によりティガのハンドスラッシュやパワータイプのデラシウム交流を吸収してティガを苦しめます。しかし、パワータイプのパンチとキックを胸に集中攻撃され、吸収能力を使用できなくなりました。最後はゼペリオン光線を受け、絶命し、亡骸はティガによって、噴火するキリモン岳の火口へ投棄されました。そしてさっき言ってたファイアーゴルザはウルトラギャラクシー大怪獣バトル第5話、ベラルゴシテの罠に登場。身長体重はゴルザ強化と同じです。ファイアーゴルザはマグマエネルギーを蓄え、戦闘力が格段にアップしたゴルザです。それってゴルザ強化と同じじゃね？まあ、違いはさっきのエネルギー吸収能力がなく、光線も超高熱熱線ではなく強化超音波光線となってます。劇中ではケイトという霊オニクスに刺激されていて、冒頭ではサドラの群れをすぐに葬ります。そして霊のゴモラとの戦いになり、パワーアップした怪力でゴモラを苦しめます。さらにゴモラの超振動波をもたえます。しかし、ヒューガとハルナのドラゴンスピーダーの援護を受け、ゴモラの地中からの攻撃を受けます。最後はゴモラのゼロ距離超振動波を受けて、敗北しました。その後、ケイトに敗北した怪獣にはシアルのみと見捨てられ、ケイトが眼球を召喚し、放った怪光線により倒されました。続いてガクや翼、背部を構成している。超古代怪獣、メルバ。やっぱゴルメルコンビはいいね。メルバはゴルザ同様ウルトラマンティガ第1話、光を継ぐ者に登場。メルバの身長は57メートルで、体重は4万8千トです。メルバはゴルザと同じく、3000万年の眠りから目覚め、イースター島の地底から出現しました。メルバはマッハ6で空を飛び、両目から発射する光線、メルバニックレイ、両腕のハサミ、スラッシュクロウと鋭いくちばしを武器とします。イースター島から目覚めるとメルバを空を飛び、金色のピラミッドを目指します。そしてゴルザと一緒に石像を破壊いからく。空を飛ぶメルバに対し、ティガはスカイタイプに変わります。飛ぶメルバにティガスカイは飛び蹴りでメルバを地上に叩き落とします。最後はランバルト光弾を受け、倒されました。そして下半身を構成している。宇宙戦闘獣、スーパーコップ。ちょっと後で違い教えて。
スーパーコップはウルトラマンガイア第44話、宇宙怪獣大進撃に登場。スーパーコップの身長は85メートルで、体重は10万7千トンです。スーパーコップは根源的破滅将来体とガードがそれぞれ開いたワームホールが接触した際のエネルギーによって変異し、強化された姿です。通常のコップとスーパーになったコップの違いは腹部の発光体が変わっていたり、後頭部の角が伸びていたり、様々な変化があります。スーパーコップは根源的破滅将来体がいると思われる M91 恒星系に撃つ惑星破壊ミサイルを破壊するためにスーパーパズズと共に送り込まれました。さらにこの回でコップたちは破滅将来に無理やり地球に連れてこられ、環境の異常な変化に対応できず、パニックを起こして暴れているだけだったことがわかります。俺同じ手口やるやつ知ってんだが、スーパーコップはスーパーパズズと共にジオベースのワームホール発生装置を破壊し、さらにワームジャンプミサイルも破壊しようとします。そこへガイアとアムルが現れますが、ガイアは怪獣たちを倒すことをためらいます。しかし放っておけば被害が拡大するので、ガイアは戦います。スーパーコップとスーパーパズズはガイアとアムルのコンビネーションアタックに手が出ず、最後はスーパーパズズもろともダブルストリームクラッシャーを受けて倒されました。次に右腕を構成している。宇宙怪獣、レイキュバス。私めちゃくちゃ仲良さそうな画像持ってんだが、レイキュバスはウルトラマン第7第25話、クラーコフ浮上せず、前編、第26話、クラーコフ浮上せず、後編に登場。レイキュバスの身長は65メートルで、体重は7万2000トンです。レイキュバスは水星生命体スヒュームによって操られている宇宙怪獣です。レイキュバスの武器は両腕のハサミや目が赤い時は長距離攻撃が可能な火炎弾で、目が青い時は冷却ガスを放ちます。レイキュバスは南極の海水温度を上昇させて氷を溶かし、駆けつけた大名を冷却ガスで一瞬で氷漬けにしてしまいます。しかし、駆けつけたガッツイーグルベータを撃墜しようと発射した火炎弾が外れたことで氷が溶け、ダイナを復活させてしまいます。復活したダイナはエネルギーがなく、ダイナを再び追い詰めますが、ダイナがミラクルタイプに変身し、人工太陽試験機 NSP カンパネラのエネルギーを受けて回復します。エネルギーを回復したダイナのミラクルロケットアタックを受け、最後はレボリュームウェーブアタックバージョンを浴びて消滅します。そして最後に左手を構成している。奇獣、眼球。これが俗に言う肝可愛いというやつですか？眼球はウルトラマンガイア第6話、あざ笑う目に登場。名前まんまじゃん。眼球コードナンバー01の身長は55メートルで、体重は5万5000トンです。眼球は生命を持たない存在で、熱反応も持たず、ガム曰く不条理の塊らしいです。劇中ではシグのファイターチームの演習中に、矢渡り山脈に巨大な目玉として出現します。眼球はシグファイターの攻撃を受けますが、発射されたミサイル2発のうち1発を打ち返して1機撃墜し、もう1発を吸収して姿を消します。その後眼球は様々なものを吸収し、自由に行動できるように手足を構成します。そして眼球はコンビナート地帯を襲撃し、吸収光線でガイアを体内に取り込んでしまいます。無数の目玉と笑い声を使ってガイアを精神攻撃で苦しめますが、体内からガイアの突撃攻撃を暗い中から粉砕されて倒されました。そして第31話呪いの目では再び登場します。怖っ。眼球は500年前の呪術師の魔刀鬼十郎の化身であることがわかります。前回の戦いにより、不完全体として復活することになりますが、魔刀の子孫である超能力者の沢村修作の力を取り込むことで完全体になります。だから怖いって。完全体となった眼球コード02は体から飛ばした目玉を遠隔操作し、光線を発射してガイアを苦しめます。しかし、修作が自身の力で眼球を弱らせ、再び不完全体となります。最後はガイアのフォトンストリームに受けて倒されました。そしてこの5体が合体することで、超合体怪獣、ファイブキング。ファイブキングはウルトラマン銀河 S 第7話、発動、マグネウェーブ作戦、第8話、朝焼けの死闘に登場し、映画ウルトラマン銀河 S、決戦、ウルトラ獣勇士ではエタルダミーで登場し、そしてウルトラマン Z では第8話、神秘の力、第15話、戦士の使命、第22話、それぞれの明日、第24話、滅亡兵の遊戯に登場。Z でめちゃくちゃ出てるじゃん。ファイブキングの身長は75メートルで、体重は5万5000トンです。銀河 S ではチブル星人エクセラーが今までいたビクトリウムのエネルギーで、5体のスパークドールズを同時にモンスライブして誕生した合体怪獣です。ファイブキングはそれぞれの怪獣の個性を使い、攻撃します。各怪獣たちが使う技に加え、ゴルザとメルバの合体技ゴルメルバキャノンや、攻撃を同時に行うカタストロフィスパークで広範囲に攻撃を当てることができます。獣勇士ではテガ、ダイナ、ガイアの3人のエタルダミーとして出現しました。Z ではゴルザ、メルバ、スーパーコップの3枚のメダルを使って、トライキングという武装腕内版も登場します。今回はここまで。次回の動画もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。また Twitter もやってるからご覧よ。次回の動画もよろしく。それじゃあ、バイバイ。